それではお待たせいたしました。ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭、知事からご発言ございます。はい。現在、大阪府域全体に、大雨洪水、警報が、発令中であります。府民の皆さんには、今後の気象状況に、ぜひ、注意をいただき、安全に、な体制をぜひ確保していただきたいと思っております。続きまして、交通死亡事故多発警報の発令についてです。今年の大阪府下の交通事故死者数は8月下旬まで前年と比べて減少傾向推移しておりましたが、8月23日から8月31日までの9日間で11名の方が亡くなり、極めて厳しい状況となりました。8月末で交通事故死亡者数は111名、前年比2名増えているということであります。このため大阪府交通対策協議会会長といたしまして、昨年11月以来となる交通死亡事故多発警報を発令をいたしました。これを受け、大阪府をはじめ市町村交通関係機関や団体ではホームページ、広報誌、電光掲示板等広報媒体を活用した注意喚起を実施をしています。府警では事故多発路線を中心に交通取締りを強化をしているところです。例年これからの時期は夕暮れ時の交通事故が多発する傾向があるので、ドライバーの方は歩行者等を早く発見をし、また歩行者等に、車の存在を知らせるために早めのライト点灯をお願いをいたします。また夕暮れ時の、事故防止には明るい色の服装や反射材でドライバーに気づいてもらうことが効果的であります。これがそうですけども、この反射これこっちじゃないですか、この反射材を、警察官が、高齢者の皆さんに声をかけまして、実際にこの反射材を取り、つけてもらう取り組みを実施する予定です。交通事故防止のために歩行者のみならず自転車を利用される方も反射材を活用していただくようにお願いをいたします。次に大阪880万人訓練についてですが、いよいよ明日9月の5日に大阪880万人訓練を実施します。昨年同様エリアメール緊急速報メールで午前11時に訓練情報を一斉発信をいたします。街中では携帯電話が防災情報を入手する主な手段です。本日中にお持ちの携帯電話が対応しているかどうか各携帯電話会社のホームページで確認を、ホームページで確認をお願いをしたい。このメールは通話中か電源オフでない限りマナーモードでも専用の着信音が鳴ります。そのため授業中や式典中、映画館、図書館など携帯電話が鳴ってはいけない場合にはあらかじめ電源を切っていただきたいと、今から着信メールを実際に鳴らさせていただきます。はい。これが、着信メールです。このメール着信のチャイムです。また今年の、訓練の情報は府の一斉発信に加え大阪、防災情報メールや新たにヤフー防災速報でも発信いただけることになっております。大阪防災情報メールは避難勧告や土砂災害、大雨などの気象情報、避難所開設など緊急時にさまざまな防災情報をお届けするので、この機会にぜひ登録をいただきたい。さらに今年度は府の一斉発信から10分ほど後に18の市や町が独自それぞれの地域の特性に応じた訓練情報を発信をします。この他、各市町村で野外放送や避難訓練などを予定していただいてます。地域住民と一緒に小学校の体育館で避難所を開設する訓練や帰宅困難を想定した訓練、体験訓練などを実施するところもあります。
民間では仙北堺仙北沿岸部の、立地企業で津波避難訓練が実施されるほか、梅田の地下街一部でも直前に訓練実施について放送されます。私自身は泉大津の、市立恵比寿小学校で行われます津波を想定した、避難訓練に参加をします。子どもたちと一緒に避難訓練を取る予定です。災害に対してしっかり備えるためには880万人訓練だけでなく、日頃地元等で実施される訓練へ参加いただくことも重要です。各自参加しやすい訓練に参加して、いざという時に身を守る行動を考えていただきたいと思っております。私の方からは以上です。それではご質問をお受けしてまいりたいと思います。まずは幹事社の毎日新聞の堀さん、お願いします。幹事社の毎日新聞です。よろしくお願いします。880万人訓練についてなんですけども、昨年ですね、携帯電話にこの緊急速報メールが届かないという問い合わせが、府の方に1000件ぐらいあって、結構問題にはなったんですけども、で今年、上昇して6割ぐらいに届くということなんですが、知事としてはこうもうちょっとやはりこう改善の余地というかですね、これで十分とお考えか、それともやはりまだ改善の余地あるんじゃないかという、どういうふうなお考えですか。これも改善の余地はありますよ。4割から6割に上げましたけど、やっぱこれ10割で 100% ね、携帯に持ってある人にはそういう情報が届いた方がいいのは当たり前なんで、これからももっと拡大できるように、やっていきます。大阪の場合、特にそのやはり府外からのやっぱり会社員とかですね、流入が多くて、これその不特定多数につい不特定多数、多数にこういう災害情報を知らせるにはメールというのは非常に有効かなと思うんですけども、知事としてはこういうメールの重要性についてですね、どういうふうにこうお考えになられますでしょうか。いや、それもさまざまな、メールだけじゃなくね、さまざまな情報は、情報伝達方法すべて、そういうものをすべて駆使して災害時は情報を伝えるべきだと、その一つとしてはメールは非常に有効な手段であるとこう思ってます。訓練は、これまでの従来の訓練はどうしてもこう行政関係者とかですね、そういうその参加者が、やっぱり偏ってしまいがちな傾向にもあったと思うんですけども、そういう中でこう一般府民のですね、やっぱりその参加をより促していくためには、知事としてはよりこうしたいとか、何がやっぱり必要だというふうに考えられてますでしょうか。やっぱり災害がね、もう身近に迫ってるんだっていう、その意識というかね、だから自分のところには来ないだろうというような、そういう思いを持たれてる人は、いっぱいおると思うんですよね。だからやっぱり日本は今もう地震の格闘技に入って、いつどこで災害が起こってもおかしくないんやという、そういう認識を新たに持っていただくためにも、こういう訓練を通じてね、しょっちゅうそうだったんだなと、地震の活動期なんだなというふうに、体に染み込んでいただくというか、体がそういうふうに反応、いつでも反応できるような状況に、なっていくとかね、だからそれはもう訓練を、ことあるごとに、そういう訓練の話題とかね、震災の話題をしながらね、津波来たらどこに行けようかねとかね、そういうのをしょっちゅうやっぱり海の皆さんにと一緒に話して、そういう、いつでもいつ来るかわからないというそういう感覚を持っていただくというのが一番重要なところかなと思います。わかりました。あと知事、ちょっと話が変わりまして、午前中の公明府議団との知事要望との関係でなんですけども、その中で要は私学無償化についてなんですが、公明、私学無償化、その平成27年度でその制度が終わってしまうんでですね、でだから26、27年度の制度について、
公明が要望して、まあ、知事もなんかこう対応されるというようなことを答えられてましたけども、うん、これはもうやはりもうきちんとも対応していくということも決められたという、そういうことなんでしょう。僕はまあまあ、ね、26年度、27年度でね、入学して、それはもう私学が無償化だという前提で入学されるわけで、それが、その就学中に2年生になったその制度が変わった、いきなり負担が良いになったでは、これはちょっと、子どもたちがその、その時点でまたそういう私学を続けることができなくなるような、私学で就学することができなくなるような状況になるかもしれません。もうそういうことはならないようにしていくという思いで、そういう方向で、検討するように今部局で指示をしております。まあ、今もでも検討中というか、そういう段階で、はい、そういう段階で、まあ、そういうふうにもう僕はしたいと思っています。まあ、そもそもその私学無償化についてのちょっと知事の現状認識を伺いたいんですけども、まあ目的としては、まあ、その公私間のですね、そういう、まあ、その切磋琢磨は促すんだと、で、まあ、かつその私学にやっぱり入学しやすいようにという、そういう、まあ、政策的な配慮だったと思うんですけども、そこら辺のこの2つの目標について今、まあね、まだ年度途中ですけども、知事としてはおおむね結構達成できているというかですね、これは公立から私学にね、やっぱり私学を選ぶ人が増えてるわけですから、今までと比べれば、この制度をやる前と比べれば、だからやっぱりしっかり切磋琢磨をして、子どもたちはやっぱり行きたい学校を、家庭の事情で行きたい学校を諦めることなく、子どもたちの受益を受ける側の、まあ、判断で、この、選べる体制になってきたと、こう思っています。27年度にその制度が終わってしまって、でその28年度以降なんですけども、そういう制度そのもの、無償化の制度そのものというのはこう、知事としてはこう続けていきたい、それともちょっと見直した方がいい、どういうお考えでしょうか。続けていきたいと思ってますけど、やっぱりこの制度で、まあ、ちょっとこう見直していかないかんところもあると思います。それはやっぱりまあ、所得制限かけてますけど、その今の所得制限以上の家庭であってもね、まあ、例えば兄弟3人4人とね、一挙に高校行ってる時とかね、まあ、そういう時はやっぱり非常に負担になってるんでしょうからね。だからそういうところも、まあ、一度こう、そういう家庭もね、なんとか支援できないかなというふうにも思いますしね。だからいろいろと見直すところは見直していきたい。これも27年までは制度、この今のままの制度で、いきますけど、それ以降も無償化についてはこれ維持したいとは思ってますけども、その中において、できるだけきめ細やかにいろんな対応ができるようにはしていきたいと思っています。まあ、今知事おっしゃられたと、もし所得制限を例えばその引き上げるとなると、さらなるその負の財政負担がですね、増えることにはなると思うんですけども、でその私学無償化すごくその年間、まあ、2、300億円ぐらいかかって非常に負担が重いという議論も一方ではあり、そこら辺その財政負担との兼ね合いについてはですね、どういうふうに考えられてますか。まあ、これ財政負担はありますけど、やっぱりそういうところで自分が受けたい教育を受けて、その子どもたちが将来ね、日本のため、大阪のために、その働いて、働いてくれる、まあ、納税者になってくれるわけですからね、そこはやっぱり、まあ、未来への投資というところでもやっていきたい。ただ、まあ、私学の特色ある教育ということになると、まあ、これまだこれから新たに制度を作り上げていくときにいろいろと私学の声も聞きますけどね、私学の特色というところで今アッパーをかけている部分がどうなのかとか、そういうところもぜひ精査していきたいと思っています。ちょっと最後のテーマなんですけど、ちょっと今日大阪労働局、まあ、大阪労働局の方から発表があったんですけども、そのブラック企業の関係でですね、関係なんですが、その労働局がその1日に無料相談を実施したところ、近畿でその200件ぐらいですね、まあ、200人ぐらいから相談があったと、
ブラック企業について。でふとしてその、まあ、若者 の、 その就労支援とかですね、就労率アップに取り組んでいる中で、こういうそもそもこういう企業が結構問題化しているということについてはどういうふうに思われますか。まあ、それはあの、まずはあの労働、基準監督署にね、いろんなルールがあるわけですから、法律的にもこれはまあきちっと守っていくっていうのはもう当然の話で、だからでもまあその定義自身が、ブラック企業の定義自身がまだはっきりとしていないというところもありますんでね、だからまあとにかく今の200あるようなね、そういう相談の中身をこれはしっかりと検証して、本当に何て言うかな、もうブラック企業っていう名前なんかどうなんか別にして、そういう、 こう働いてる側のね、働いてる側を無視したような就労条件とか労働条件とか、それから職場の中の環境で、パワハラセクハラあるとか、まあ、そういうところは現行法においても、対応できるところもあるわけですから、もうビシビシ厳しくやってもらいたいとこう思ってますけどね。もうその大阪仕事フィールドこの前まあ解説してですね、でやはりそういう企業からのその何ですかね、そのこう求人というかやっぱり受け付けないような、そういう何ですか、こう企業のこういわゆるこう選別みたいな、いやこれはもうだからまさに、もちろん法律に反してるようなところは絶対受けました、最低賃金以下でどうのこうのとかね、そんなところはもうそれが事実が判明したら、そういうところはまあそもそも求人する資格がないということになるでしょうからね、そういうところは仕事フィールドでは取り扱いはしない。これは仕事フィールドで仕事を探している人に、まあその環境の悪いというか、そういう法律上問題があるような企業を紹介しすれば、これ仕事フィールドの信用力が落ちますから、そういうところは紹介はいたしません。だからそういうところをしっかりと、まあ、洗い出していくっていうのが、洗い出していくこともこれ考えていかなければなりませんよね。わかりました、ありがとうございます。幹事社からは以上です。他ご質問ございますでしょうか。どうぞ、安倍晋三さん。朝日新聞になるんです、はい、国が進めている国家戦略特区の締め切りが9月11日に迫っているんですが、各市町村との、まあ、連携が調整含めてどのようになるかなというでしょうか。国家戦略特区については、まあ、関西広域連合の中で、まとめさせていただいている部分と、大阪独自で、提案する部分と、この、2種類で今対応を考えているところです。で、まあ広域連合は大体こう似通った部分を取りまとめて持っていくと、いうことと、それから大阪独自では大商屋とか、それから各、事業者の人、方々、そういう方々からさまざまな、まあ、提案をいただいておりますので、それを今まとめているところです。うちとしては今回の特区の申請にあたってですね、大阪の中のエリアとしてはどういうところが中心になっているかお考えですか。まあ、これはねエリアというより国家戦略特区の国側からの、我々に対して提案するときの条件としてはね、エリアよりも、一つ一つのそういうこう何ていうかなプラン、そういうことで持ってこいという話をいただいてますんで、だからこういうことをやりたい、こういうことをやりますと言えば、その、事業案自身で、指定されるんじゃないかなと。でそれがまあどこの地域でやってるか、大阪府かどっかの、例えば大手前にあったら大手前になるでしょうし、まあ、ベイエリアだったらベイエリアになるでしょうしね、国家戦略特区の指定については国からはそういう形で選んでいくというふうには聞いております。あとまあ今堺市選というのを控える中で、まあ大阪の中の、まあ、重要な地域である堺の情報機構に与える影響というのは今どういうことですか。堺にトップの今指定等々はありませんから、だから今回、
の提案の中に、まあ、地域指定の社会での特区提案というのはあります。まあ、地域指定が入らなくても、まあ、その事業によってですね、社会に割り振られる可能性があったりとか、まあ、それであれば社会に割り振られるいいようなものというのは地域の中にはあるんでしょうか。まあ、これ戦略特区として、これ国家戦略特区も15日、からその受付が始まるんですけどね、締め切りがいつまでとか、そういう締め切り15日までと言われてるんですけど、それ以降はね、一切受け付けないということではどうもないようです。まあ、いい案があれば、まあ、検討はしていただけるというふうに思ってますんでね、境については、いろいろと今の、エネルギー戦略とか、そういうことも考えながら、今大阪電力の話もいろんな話が今やっている最中なんで、そういうところが、そういう話が実現化しそうなになってくれば、ぜひ得してもらいたいなと思っているところはあります。ただこれもやはり堺政令市なんで、要は市長がね、一緒にやろうというそういう思いを持っていただかないと、これなかなか前へ進まない。国から見れば、まあ大阪府言ってるけど地元市はあんまり積極的じゃないよねと、なかなか姿が見えないよね、本気でやる気あんのと、こういうふうになりますんでね、だから今の状況ではなかなか堺でそういうものを指定されるのは難しい状況になってくると思いますけど、まあそういうことがを一緒にやれる、そういうやっぱり市長さんが誕生してもらいたいと思ってます。その堺に関連しまして、その堺を大阪都構想に組み入れる、堺での大阪都構想実現の時期について、さっきのタウンミーティングで橋本代表、橋本市長がですね、平成29年、2017年度に、本気でやれば実現できるということを示されたわけですが、このタイムスケジュールについては知事としていかがですか。まあ、全て、うまくいった時の最先端のタイムスケジュールだと思いますけども、まず、目先の選挙ね、目の前に迫ったこの堺市長選挙、これで勝利し、1年半後の統一地方選挙、これで、そういう、大阪都に参加しようという、そういう議会の勢力が過半数以上超えること、そういう数々の全てが整った時の最先端の、最短の、スケジュールがそこだと思ってます。ただまあそこまでね、それ全てが、本気でやれたという、本気でやるについても、その時の本気でやってもその時の状況が全て整うかどうか、これは未確定の部分もいっぱいあるわけです。だから全て状況が整えばそういうスケジュールになるんでしょうね。まあ、すいません、政府関係はまた後ほど対応お願いします。まず堺とかにお伺いしたいんですが、堺東のですね、再開発の話がかなり盛り上がったわけですが、このブランドデザインなどに、堺の東の方が入ってきた場合ですね、堺東の重要性というのはどのような形で進んでいきたいと知事としてお考えでしょうか。いや、これはもう、大阪の都市魅力の一つのパーツにしたいと思ってますよ。都市魅力やとか、だから、まあ、もう一つは、商業の核、こういうものも考えてみたいと思ってます。堺東の場合にはこう南北の、交通網が発達をしていて、大阪の南北とですね、そういった商業地が近い中での、どれだけこう大阪全体でこう交渉していくときに、堺東の土地取得ということへのコンセンサスを得られるかというのがあると思うんですが、どういった点がこう重点投資するに値する地域として理解を求めていくのか、やっぱそれは堺80万のね、今で言えばね、それ玄関口なわけですからね、十分投資って言っても公が直接投資するわけじゃないですよ。民間が投資してもらえるようなそういう仕組みを作るということです。だから公が投資してビル建てるとか、
家賃補助するとかそんなことはもうとんでもない話なんで、僕がもしいろんなこと考えるなら、まあ都市計画をいろいろ見直していくとかね、そういう、建築基準法の緩和していくとかね、まあ、それ国の了承もいるでしょうけどね、そういうのを組み合わせて、まあ、都市再生をやっていきたいとこう思いますけどね。ただまあそういうことを話するのに、僕が今、府知事としてね、一人じゃこれ全く具体的な計画は作り上げれません。だからそういうのをチーム、堺市と一緒にチームを作らないとできないということです。ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか。あ、どうぞ。協力室です。よろしくお願いします。先ほどの私立高校のですね、無償化の件なんですけども、確認なんですが、平成27年の入学生に対して、3年間それが保証するという理解でよろしいでしょうか。3年間保証します。うん、まあでもそれは僕が今目標です。目標というか僕の考えで、今その部局でそこのそれをやるための、まあ用意を、備えてくれという指示をしたというのが今の状態です、状況です。でもう一点、先ほどの国家戦略特区の関係なんですけども、確か6月の5日か6日あたりに、市長と知事名で、アベノミクスに、アベノミクス特区に関してその、まあ、提案をされたと思うんですけども、今回も、まあ、官邸サイトに知事ないしは市長でやっていくということはあるんでしょうか。これは今担当、特区推進官が、担当部局がもう、国といろいろ話する中でそちら側から提案をしています。で、まあ、事前調整もいろんな情報は情報のやり取りはさせていただいてます。これ持っていくというか、まあ、申請するのは担当窓口でやります。僕が全部特区のものを持っていくということにはなりません。市ご自身が完全に行かれているようなことは、まあ、いや、それはもういろんな形で、規制緩和とか、そういうところでは、もう必要とあれば、行きますよ。まだ具体的にいつ行くとか、具体的にお願いしてないか、中身は今詰めてます。多々ありますけど、それをまとめて、国にはお願いしたいと思ってます。ありがとうございます。ご質問ございますでしょうか。どうぞ、NHK さん。NHK の皆さん、はい。磯崎の被害、かなり良かったんですけれども、あれはちょっとご覧になられる地域、どのように見えるか。やっぱね、日本の場合は、特に、まあ、地震について、さっきの、まあ、話でもないですけど、地震についてはね、だいぶこう、身近な危険として、認識が深まってきたかなと思うけど、竜巻はなかなかね、本当にあれだけ、身近な危機としてはなかなかやっぱり日本人はこうしょっちゅう経験するもんじゃないから、そういう認識なかったと思うんです。でも実際あれだけの被害が出る、であれで、F2 かなんかでしょあれ、だから F3 とかそうなればあれ以上になるわけで、とにかくで竜巻の場合はこう、まあ、さっきも言いましたけど、今回 の、 大雨とかそういう、洪水とかは大体、その雨の方向とかね、雲の方向って大体分かって、その注意喚起もできますけど、竜巻の場合は、こっちへ行くっていうのはなかなかいいよ。どの方向で動くんか、どういうふうに動くんか予測不可能なんでね、本当に、まあもしそうなったときは、やはり、家の中心部にいて、まずは身の安全を確保してくれしか言えないでしょうね。
研究調査するとまあ難しいでしょうね。ほら、まあ、難しいかな。どこで動くか、それやっぱりもうできてたのね、専門家の皆さんで、いろんな竜巻に対する対応というか竜巻予報、みたいなのが、予報多少の予報はできるでるでしょうけど、どう動くかのこうところまではできないんでしょうからね。ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。人事さん、人事省でしょう。関連の、原発の関連ですけど、断層大井原発、断層が活断層ではないというところで結論が出ましたけど、まあ知事早く結論出してほしいとおっしゃってましたけど、どのように言ってますか。まずは活断層でなくて。これもうまさに専門家の皆さんがそうおっしゃってるわけですから、まずはなくてよかったと、こう思ってます。あとは新たな、規制庁の、ルールにのっとって、速やかに安全基準の審査、進むことを、進めていただいて安全であるということをしっかりと確認してもらいたいと思います。安全であれば再稼働するとは当面はね、今までもそれは、想定外ということなくね、もう専門家が今現状の知識知見の中でこれ以上はないだろうというところまでの世界最高水準の安全基準でやっていただけると思ってますんで、あとはもう核弾頭でないと分かったわけですから、手続きを進めていただきたい。でそこで安全だという確認がされたものについては、当面は、すぐさまのブラックアウト等の、そういうことにならないように当面は稼働やむなしと思っています。ただ、それが電力が足りてきた時には止めてもらいますよ。だから今大阪府で、新たなエネルギー、自然エネルギープラス、大阪関電以外の電力事業者、こういうものをぜひ作っていきたいということで、進めているわけです。それから東電の福島の原発で汚染水漏れが、次々明らかになってますけれども、これはどのように見ていらっしゃいますか。いや、これはもう東電はもう国有の会社ですから、だからもう国が全面的に、今度もう安倍総理もやると、いうことですからね、だからまずはもうそういう、国民の健康被害、それから我が国の環境被害、こういうことを最小限にとどめるためにはもう国が全面的に立ってもらいたいと思っております。それと、西山、関西テレビ。関西テレビの原と申します。知事としての認識をお伺いしたいんですが、以前質問データ申し上げないんですが、大阪府と堺市の間に二重行政というものはあると知事は考えていらっしゃるんでしょうか。堺が政令市になってまだ6年か、はっきり今の時点でね、二重行政と、無理やり引っ付けようと思えばありますよ、そういう、医療や福祉の分野でもね。でも、それは住民にとって必要な部分なんでね、それは、堺市としてやっていけばいいと思うんですけど、ただこれからそういうものを進めていく中で一緒にやることで今かかってるそういう、費用負担経費、こういうものは大きく見直していけると、こういうふうに思っています。二元行政はあるとは思っています。二重行政の二元行政の違いというのはどうですか。二元行政というのはもうまさに僕が先ほどのトップの話もありますけど、僕が何を言おうと、僕と堺市長が考え方違えば、そういうものが進まないと、
ということですよね。大阪全体の経済、産業戦略とか経済成長のための行政とか、そういうものを僕と市長が別々で考えれば、意見が合わなければそれが進まないというところが二輪行政ですよね。若干政府の方に被ってしまうかもしれないんですが、今じゃ問題だと思われているのは、その二元行政の面と、将来的に、まあ、もし滝山市長が言うように政令市の権限を強化していった場合に、大阪市と大阪府のようになってしまうかもしれない、この2点を、まあ、問題だと考えていらっしゃる。そうですね、政令市ですからやろうと思えば自分でできるんです。まあ、大阪府大阪市それぞれ大規模開発やりましたけども、政令市 であればね、それは独自の権限でね、やる力を持つわけですから、でそのことによって、まあこれ結果論としては、大阪府市の場合はそれぞれが大開発したことに対して、大きなマイナスを作ってるのは事実ですから、そういうことにならないようにしようねというのが僕の考え方ですけどね。大阪中心の方針ですね。おしらくの話なんですけれども、28年度以降も続けていきたいと思いが多くされているんですけど、続け方としては、今の手までに5年間ずつ制度を認証するような感じで続けていきたいと思います。そうですね、まず、まあ、あの5年間の枠の中で資格を選ばれたそういう子どもたちには今の制度は適用します。でもその以降の方々はまた、いろいろ先ほども言いましたけど、きめ細やかに子どもたちの、まあ、そういう私学での就学の環境、それからそういう家庭に対しての家庭の負担の実態、そういうものをこうよりきめ細やかに考えた制度というのを、まあ、だから今の私学無償化制度をね、単にこう何ていうかな、こう お金の負担、行政のお金の負担をこう、上げていくということだけじゃなくて、その中身についてね、いろいろと検討していきたいと思っています。中身のことですけど、私学の方はアンケート調査で毎年出されているんですが、毎年出されるアンケート調査で出されていると思います。公立の保護者の政治の満足度をこう表立ってこう全体の目的的なものを助けることは、今のところこう出てないと思うんですが、そういうものが必要というようなことは考えていらっしゃいます。公立の方も、うん、要はこの無償化にすることによってのよりこういうところが良くなっているなとか、保護者の満足度が上がっているなとか、そういったところを検証する改正っていうのは、これは検証というか、いい学校にはやっぱり子どもたちが集まるというのがもう結果でしょ。だからやっぱり子どもたちがに対してニーズのない学校というものは、これはやっぱりニーズがないというのは魅力がないということですから、やっぱりそれはやっぱり実際にはその子どもたちに選ばれるかどうかで、まあ、はっきりしてくるんじゃないかと僕はそう思いますけどね。志願者数であったり、志願者数であったり、それから今の 現実入学者数であったり、そのまま、まあ、中退することなく、まあ、最後まで、 で結局こう高校出た後のね、進路、こういうものであったり、ね、だから高校出た後の進路というのも、これ各高校が一生懸命こう、うちの学校はこういう大学にこのぐらい進みました、就職率は 100% ですよ、いろいろ子どもたちにもそういう情報を提供してるわけですから、そういうものもを受けて子どもたちも学校を選んでるんです、ね、結局、まあ、学校の評価っていうのは我々行政側がどうのこうの言うよりも、やっぱりその、行く子どもたち側のニーズ、選ばれてるかどうか、僕は一番だと思います。先ほど兄弟がいる人のケースを考えたのは、ちょっと政府の上限を引き上げるということも思いとして考えているんですが、逆にの所得制限を引き下げる方法というのはもう、とりあえずも考えずに、思いとしては考えている。
今あの公立が所得制限930万でしょ。だから大阪府の場合はあのそれより低い、公立がもっと低くなればね、やっぱり公立並みに合わせていますけど、公立よりは私学の方が低いわけですから、はい、だから今のところ所得制限を引き下げるのは考えておりません。私学に対してマーパーをかけているとおっしゃるのか、あの中国の特色の打ち出し方によっては、その負の補助を受けつつ、放射負担を引き上げるという手法も考えられるという、まあ、それはこれからの議論をしていきます。今まあ議会の方からもですね、私学の皆さんからの声も届いているということですので、それはこれから考えていきます。検討内容として挙げられるということ、だからあまりにもそういうその形がね、私学の特色を本当に縛ってるかどうかもね、それも、しっかりとあの一回見させてもらわなかった。だからそういうことも、全て、その中身をじっくりと、確認した上で、いろんな、パターンを考えたいと思ってます。あのそれとあの、国の所得制限、あの自民公明で合意しているのは910万円と、ね、はい、はい、他ご質問ございますでしょうか。よろしくございますか。はい、それではあの以上で定例会見を終了させていただきます。